ブンブン、ハロー YouTube、どうもそれです。今回はボーナス商戦も近づいていることから、各社から新型のカメラがここ最近立て続けに発表されていますので、この 1,2 週間の間に発表された各社の最新モデルをご紹介したいと思います。まず一つ目にご紹介するのがオリンパスの新型カメラとなります。オリンパスの現在のカメラのラインナップとしましては、オリンパスのOMD シリーズという上位モデルのほか、ペンシリーズという入門者向けのシリーズもあります。今回発表されたのは、このペンシリーズの最新モデル、EP7 というモデルになります。デザイン的には、ここ最近流行っているクラシックなデザインを採用したモデルとなっています。それでいて本体はコンパクト、しかもボディ内手ブレ補正を内蔵しているなど、同様にレンズ交換式でコンパクトなミラーレス一眼といいますと、富士フィルムの XE4 などがありますが、 XE4 にはボディ内手ブレ補正が内蔵されていませんので、そういったところと比べますと、この EP7 というモデル、割と使えるカメラになっているのではないかと思います。最大の特徴でもある本体の外観としてはこんな感じ、最新のカメラというよりは昔のフィルムカメラのようなデザインとなっています。小型ではありますが、モニターにつきましてはチルト式のディスプレイになっていますので、様々な角度から撮影しやすくなっています。本体上部はこんな感じで、小型ではありますが、操作用のダイヤル関係も前後に2つ、ショートカットボタンのほか、動画撮影ボタンなど、コンパクトなボディの中に多数のボタンを搭載しており、割とインターフェース周りはしっかりしているのではないかと思います。スペックにつきましても紹介しておきますと、まずオリンパスのカメラですので、センサーサイズにつきましてはマイクロフォーサーズ3分の4インチのセンサーとなっています。センサーの有効画素数としましては2030万画素となっています。あと最大の特徴でもある手ブレ補正、こちらはボディ内手ブレ補正となっていて、5軸の手ブレ補正に対応しており、補正の段数としては 4.5 段ということで、超強力というわけではありませんが、このコンパクトなボディのカメラとしては割と頑張っているかと思います。ディスプレイは3インチで104万ドットチルト式のディスプレイとなっています。バリアングルではありませんので、動画撮影に特化したカメラと比べますと少し使いにくいところはあるかもしれませんが、一応前面に向けてディスプレイを曲げることもできますので、自撮りもある程度はできるようになっています。そしてやはり最新のカメラですので、動画撮影にも当然のことながら対応しています。動画記録方式としましては MOV、 撮影できる画質につきましては最大で 4K 撮影に対応、ただし4K の場合はフレームレートは 30p が上限となります。フル HD の場合ですと最大 60p での撮影が可能となります。動画もきちんと撮影することはできますが、一つ注意点としましては連続撮影時間30分の縛りがあります。これがあるせいもあって割と価格は抑えられたカメラになっていますが、普段動画撮影メインで買われる方の場合は30分を超えてしまうことというのは多々あるかと思いますので、この点注意が必要です。とにかく外観もおしゃれで、そう言いながらレンズを交換することができ、手ブレ補正にも対応しているなど、入門者向けのミラーレス一眼としてはとても使いやすいのではないかと思います。またセンサーサイズもマイクロフォーサーズということで、交換用のレンズも望遠レンズであろうが割と小型のものが多く、外出時に持ち歩くカメラとしてもコンパクトな構成で持ち歩くことができ使いやすいかと思います。その他ここ最近発表されたカメラとしましては、リコーからも最新のカメラが発表されています。少し前から発表されたモデルとしましては、ペンタックスプラントの K3M3 というモデルも発表されていますが、最近発表されたモデルとしましてはレンズを交換できないタイプのいわゆるコンパクトデジタルカメラの最新モデルWG7 というモデルが発表されています。こちらにつきましてはリコーの最新の防水カメラとなっており、実は基本的なスペックにつきましては
前回の WG6 とほとんど同じなんですが、この最新モデルからウェブカメラとして使う機能が追加されています。最近はやはり在宅ワークなのでテレビ会議などを行う機会が多く、そういった時にパソコン内蔵のカメラですと画質が悪いということも多く、そういう場合にこの WG6 便利に使えるのではないかと思います。主なスペックとしましては、センサーは 2.3 分の1型の小型のセンサーを採用し、画素数は約2000万画素。当然防水カメラですので液晶のチルクなどには対応しておらず、液晶は固定式になっています。対応している動画撮影につきましては最大 4K まで、 4K の場合が 30p、 フル HD でも上限は 30p となっていますので、動画撮影の性能としましてはそこまで性能としては高くないかと思います。また動画撮影につきましてはこちらも時間制限があり、最大25分まで、あるいは動画の記録サイズが最大 4GB まで、この縛りがありますので、一応動画を撮ることはできますが、動画撮影メインとして使うならば少し使いにくいところはあるかと思います。ただし何といっても高い防水性能を持っていますので、水中に沈めたまま撮影することもできますので、過酷な環境で撮影するという場合は割と使いやすいように思います。特に今回からウェブカメラとして使う機能が搭載されており、ケーブルをパソコンでつなぐだけでそのまますぐにウェブカメラとして使うことができます。なお、ケーブルをつなぐ際は本体底についているキャップを開ける必要がありますので、そのままでは三脚に固定することはできないということで、今回は同時にオプション品、こちらのエクステンションアダプターというものも同時に発売されます。要は単なる棒状のアダプターとなっていて、一般的なものよりもスリムという以外は普通のアダプターなんですが、三脚なのにねじ込んで、さらにこの先に三脚を取り付けるという形になります。また以前のモデルから搭載されている機能としましては、強力なマクロ撮影のモードも用意されており、本体前面に搭載されたリングライトを点灯することによって、本来マクロ撮影というのはかなり映像が暗くなりがちなんですが、このライトが搭載されることによって特別なライトを用意しなくても本体だけで綺麗な写真を撮影することができます。またマクロ撮影につきましては、もっと強力なデジタル顕微鏡モードというのも搭載されており、こちらの公式ページに記載されている作例としましては、トンボの目を写した際、ちゃんと小さな複眼まで写すことができていたり、鳥の羽もこのように細かい繊維まで写すことができたりと、こういう用途で買われるという方も多いのではないかと思います。基本的なスペックにつきましては、ウェブカメラとして使うことができるという以外は、前回の WG6 とほぼ同じですので、人によってはこの最新の7の方ではなく、値下がりしている型落ち品の WG6 を買った方がいいという方も多いかと思います。続いてこちらも最近発表された最新カメラで、ニコンの ZFC というモデルになります。こちらも少し前からずっと噂されていたモデルでしたので、登場を予測していたという方も多いかと思います。ニコンのレンズ交換式のカメラの中の最新機種で、ニコンにつきましては現在フルサイズセンサーを搭載したモデルと APS-C センサーを搭載したモデルの2つのラインナップがありますが、こちらは APS-C センサー搭載モデルになります。そのためニコンのカメラではありますが、価格も安く、入門者向けのカメラとしてもいいのではないかと思います。こちらも実は最初にご紹介したオリンパスのEP7 と同様、最新のカメラではありますが、クラシックなデザインを採用したモデルになります。本体のデザインを伝統的なデザインにするだけではなく、ニコンというロゴにつきましても古いデザインを採用しているなど、とにかくデザインにこだわったモデルとなっています。また本体側面の革の部分につきましては、このように標準のブラックからサンドベージュだったり、ミントグリーン、ピンクなど、この辺のカラーのものに入り替えるというサービスも提供されています。また、最新のカメラということもありますので、4K の撮影、しかもクロップなしで撮影することのできる 4K 撮影にも対応しているほか、動画撮影中の瞳オートフォーカスに対応するなど、今回ご紹介するモデルの中では、特に動画撮影の性能が高いモデルとなっています。
主なスペックとしましては、センサーは APS-C サイズのセンサーで、有効画素が2088万画素。手ブレ補正につきましては、レンズシフト方式ということですので、残念ながら最初にご紹介したオリンパスの EP7 とは違い、センサーシフト式ではなく、要はボディ内手ブレ補正は搭載されていないということになります。どうしても APS-C センサーというのは大型化していますので、APS-C センサーを搭載して、さらにそこに手ブレ補正を追加するためには、ボディがある程度大きなモデルになってしまいますので、この製品はボディの大きさを取るよりは小型で、手ブレ補正を切り捨ててもコンパクトで持ち歩きやすいモデルというところを目指したのかもしれません。動画撮影につきましては、最大で 4K30p まで、フル HD になりますと 120p の、要はスローモーション撮影も可能となっています。ただしやはりこのモデルにつきましても、動画の記録時間は30分の制限がありますので、動画撮影メインの端末として使う場合は、この点がやはりネックになってくるかと思います。とにかく画質にこだわりたいならば、今回ご紹介するモデルの中でも、センサーサイズも大きく、レンズのラインナップも多い ZFC、この辺がちょうどいいかと思いますが、もっと小型で、しかも手ブレ補正がついたモデルというならば、オリンパスの最新モデル EP7、この辺が選択肢としてちょうどいいのではないかと思います。何より、今回発表された3つのモデルの発売日と価格につきましてもご紹介しておきたいと思います。発売日の順番にご紹介しますと、まず発売日が最も近いのがオリンパスの EP7。こちらは6月25日発売、もうすでに販売はスタートしています。価格につきましては9万4000円。リコーの WG7 につきましては7月9日発売で価格は4万5000円。ニコンの ZFC につきましては7月下旬発売で価格は13万円となっています。オリンパスの EP7 や ZFC につきましてはレンズとのキットモデルも用意されていますが、ここに掲載している価格はボディ単体での価格となります。割とキットモデルはコスパが高いモデルが多いので、レンズをまだ持っていないという方の場合はキットモデルを買われるといいかと思います。ということで今回はここ最近各社から発表されました新型のカメラをご紹介しました。今回ご紹介したモデルで言いますと、リコーの WG7、 もしかしたらこのモデルのみ実機レビューの方を行うかもしれません。レンズ交換式のカメラにつきましては、実は一つもうすでに注文しているモデルがありますので、レンズ交換式カメラにつきましてはそちらの方を実機レビュー今後していきたいと思います。なお各モデル販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきます。もし興味のある最新のカメラがある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。